はい、皆さんこんにちは。こうして皆さんとお会いできたことに感謝いたします。国とこないんです。ということで今日はですね、普段私の吸ってるタバコをどんなタバコを吸ってるのかっていうのを紹介したいと思います。3、4年ぐらい前からですかね、ネットでタバコ代が半額になんていう、そういう見出しがあったので、ちょっと覗いてみたところ、その手巻きで自分で巻くタバコがあるっていうことなんですよね。で、自分なりに調べて手に入れて、それでやってみたらすごくこれがいいんですよね。で、実際にも20本でおそらく、まあ計算したことはないんですけど、200円いくかいかないかぐらいだと思います。まあとにかくタバコ代半額ぐらいにはなってるんですね。手間さえ惜しまなければ。ただ、そうですね、この手間がめんどくさくて買った方がいいやっていう方は、まあそれはそれでいいと思うんですよね。で、まあ私はこれがもうとっても気に入ったので、その、いろんな味があるんですよね。こういうスタンリーのカシス。これはキールロワイヤル。エクセレントのキールロワイヤル。これは私の大のおすすめなんですけど、アロマティックのチョイス。チョイスアロマティックか。で、チョイスのカフェ。で、今日はこれ買ってきたんでね、これ空いてないやつなんで、ちょっとこれで巻くところをお見せしようと思って、今日はやってます。あとちょっとシーリングがしてあるのを取ってもらって、こういう形になってますね。もう開けたらすごいコーヒーのいい香り。これ。すごいタバコの香りじゃないですよね。ほんといい香りがします。じゃあこれをね、ちょっと巻いていきたいと思うんですけど、軽くこう、ほぐしてもらって、ほぐさないと、タバコがね、詰まっちゃうとね、この葉っぱがあまりにもこう、ぐっと詰まっちゃうと吸えなくなっちゃうんでね、中で渋滞を起こして葉っぱが。それなんで、これを、こう、ほぐしてもらって、なんていうかな、空気も一緒に、巻き込むっていう、空気と一緒に巻くっていう、そういうイメージですかね。で、これ、フィルター。フィルターは様々あるんですけど、まあ、メンソール入りであったり、チャコール入りであったりとか、まあ、これはチャコールが入ってないタイプなんです。で、チャコール入ってるとね、体には良さそうなんですけど、タバコ本来の味とか香りとかが、ね、ちょっと、若干薄れてきちゃうような感じがして、このタバコ本来の味が味わえないんで、私はこの、ナチュラル。ナチュラルっていうか、これ。何にも入ってないやつですね。これを使ってます。で、長さが18ミリ。で、直径6ミリなんでね、スリム。私はこのスリムが好みで、もうずっとスリムですね。市販の買ったタバコだと太すぎちゃって、もうかえって違和感があって、あれって感じなんです。っていうか、もう市販のタバコは一切買わなくなりましたね、これを始めてから。で、まあこれを適当な量、あ、ごめんなさい、これタバコ巻く機械でローラーって言います。まあこれも600円から700円で売ってて、そんな高いもんじゃないです。私はね、ちょっとこれがないと巻けないんで、上手な人は手で巻いちゃうんですけどね。これに、フィルターをセットします。したら、ちょっとこう、回して、このペーパー、タバコ専用の巻き紙。これで、これをこの間に挟んで、何度か巻きます。したらね、この綿棒に水を、つけといたやつで、ここちょうど切手のね、糊面みたいになってるんで、ちょっと濡らして、これでもう出来上がり。どうです、簡単でしょ。これでおそらくね、これ 30g 入ってるんですけどね、150本ぐらいは負けちゃうと思うんですよね。もう一回適当にフィルターの部分だけちょっとね、隙間を開けて、
んな感じですかね。したら閉じて半回転ぐらい回して間に紙を挟みます。したらこの水も実はね、赤城神社まで汲み入った御神水なんですよね。うちはね、10日に1回ぐらい赤城神社までお水汲みに行ってます。これね、ちょっと水道水じゃあれかなと思って。それでこのタバコのいいところは、私はこのタバコを始めてからね、咳や痰がすごいひどかったんだけど、このタバコにしてから咳痰が一切出なくなりましたね。まあ私だけなのかもしれないですけど、一切あれだけもう痰が切れなくてね、もう本当にタバコやめようかなと思って、そんな矢先にネットでこの、ね、手巻きタバコ見つけてでやってみたらね、あ、これいいわ。まずね、やにくさくないんですよ。そんなね、やにくさくないし、服とか髪の毛にあんまりそのタバコの嫌な匂いがつかない。まあ多少はつくんでしょうけど、ああいう買ったタバコみたいな嫌な匂いがしないんですよね。でもこれはいいな。吸いすぎてもね、そんな気持ち悪くなんないですね。まあ吸いすぎるってことはあんまりないんだけど、まあ、こんな感じで、もうね、ちょっと仕事で疲れた時はね、巻くのめんどくせえなと思う時もあるんだけど、でもやっぱり巻かないと吸えないんで、こうちまちま巻いてます。こんな感じでね。でこの紙もね、いろいろありましてね、フリーバーニングとスローバーニングと、その中間のミドルバーニングっていうのがあるんですけど、どういうことかっていうと、スローバーニングっていうのはゆっくりと紙が燃える、ゆっくり燃えるのスローバーニングで、フリーバーニングっていうのは、まあこのタバコについてくる紙なんですけど、これはフリーバーニングって言ってボンボン燃えていっちゃう、どんどんなくなっちゃうんですよね。でどうもこれには燃焼誘発剤、燃焼促進剤っていう火薬みたいな成分が浸されてて、それがどうもすごく体には良くないらしいんですね。なんで私はこのフリーバーニングの紙は、ついてくる紙は捨てちゃいますね。でこういうスローバーニング、これはジグザグっていうメーカーなんだけど、あとはこの OCB、 これも結構ね、これ今日初めてなんだ、世界で一番薄い紙、この薄さ分かります？これちょっと今日ね、どんな感じなんだか試してみようと思って、若干高い、これは50枚で128円か、若干高いんですけど、もうこれは本当に紙の味に一切左右されない、葉っぱの味が左右されない、もう本当の極薄の紙だっていうんで、ちょっと新しいもん好きなんでね、私も買ってどんなもんだか。試してみたいと思うんですけど、はい、できました。もうスケルトンですよね、葉っぱが透けて見えます。じゃあちょっと失礼して吸ってみたいと思います。コーヒーの香りがふーんとして、甘い香り、煙があんまり出ないんですよね、これね。ほら、だから部屋の中もそんなタバコ臭くならないですよ。で、スキッと煙も切れちゃうしね、すぐなくなっちゃう。いいですね、これ。この紙いいな。車とか狭い空間で吸うときはこの紙使ったらいいかもしれないですね。まあ一番言えることがね、
まずこれを吸うようになったら、売ってるタバコ、市販のできてるタバコがもう吸えなくなったっていうことと、口の中がやにくさくならない。うん。本当にこれ趣味ですよね。趣味の域だと思います。で、ゆっくり燃えるからね。そう、全然ほら、線香みたいにゆっくり燃えるから、安い上に経済的にさらにね、長持ちするから経済的にいいと思いますね。で、タバコの種類はもういっぱいありますね。紙もいっぱいあるし、フィルターも種類いっぱいあって、その中から自分好みのを選んで、また自分の気分に合ったものを選んで吸うっていうのが、すごくね、大人のいい趣味なんだなと思います。まだこれこんないっぱい入ってますからね。これギューッと詰まっててね。ほぐすとどんどん増えてくるんで。まあ150前後は絶対負けると思います。ね、興味のある方がいらっしゃったら、ネットで調べたりして、必ずあなたの街にも、こういう手巻きタバコを売ってるお店があると思うので、探してみたらよろしいかと思います。というわけで、今日は、私の趣味、手巻きタバコの紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。